さあ、有吉弘行、サンデーナイトドリーマー。私が有吉弘行でございます。7月も半ばですかね。今日は暑かったですけどね。まあ雨がなかなか収まらないから大変ですけどね。今日はね、島田秀平さん、はい、いらっしゃいます。はい、怖い話しに行きます、うん。安田さんも怖い話がね、意外と得意でね。まあ、そうですね、一つありますね、うん。あれはどうするんですか？なんか、怖い話っていうのは実体験に基づく話が多いんですか？実体験、そうですね。だ実体験があって、うん、そこでここでこうなったらきっと怖くなるんじゃないかなっていうことを、うん、ちょっとないかって聞かれたんで、うん、ちょっと喋ったりしたんですよね、うん。だからちょっと作るってことでね。まあそうですね。お化け見えたことないでしょ？ないですね。うん、そうなんだろうね。島田君はどうしてんだろうね。うん、なんか噂ではネットで。拾ってきてるっていうさ。それは僕はやったことないですけど。うん、どれぐらいが盗作になるんだろうね。話の何割使えば盗作だし、まあこれぐらいなら、まあ怪談話界では、まあ許容範囲だっていうのがあるじゃないですか。ラインがね。うん、ああ、でもあるかもしれないですよね、うん、そっちの世界だとね。うん、島田がうるちょるしてる、ね。多分今ネットで必死に撮ってきてるんだと思う、怖い話。そうですか。ちょっと楽しみですけどね。あ、まあ、そう、だからいろいろとちょっとまあメール送ってきてほしいんだけど、はい、まあ僕は、怪談話は、まあないことはないけどね。うん。お化けがね、出たんですよ。この間。トイレの扉を開けたんですよ。そしたらね、はい、中からお化けが出てきたんですよ、はい、もういきなりで、あんまりちょっと驚いたもんですから、はい、ま、ドア閉めたんですよ、ゆっくり。そしたらお化けがね、はい、出たいんでしょうね、うん、ってやってくるもんだから、はい、なんかメッセージあんのかなと思ってさ、もう一回開けたんですよ。はい。そしたらね、蕎麦食ってんの。蕎麦。だからさ、いやごめん悪いね、はい、食事中にってさ、もう一回閉めちゃったの。はい。その繰り返しだったら怖かったね、相当。っていうこと？階段と講談の曖昧だな、感じ。楽しみだね。まあそうそう。一回ぐらい怖がらせてほしいなっていうかさ。はあ、そうですよね。せっかく話ね、してくれるんだ。なんかさ、階段話のライブってあるじゃない？ありますね。ああいうのってさ、うん、その、もう、空気感出来上がってんじゃない？もうまあ、はい、それはそういういいことなんだけど、はい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 、お客さんも出演者も、怖がろうぜっていう一体の空気があるじゃない、うん、そう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 。だから、怖がりに行ってるからね、うん、いいんだけど、そうじゃない人たちが怖いなって思うような話してほしいなと思うんだよね。なんかその、うん、もう予定調和のさ、もうその仲良しグループの中の怖い話じゃなくて、うんうん、俺みたいな人を本当に怖がらせる人がいるのかなと思ってね。うん、稲川淳二さんは全然怖くない。あ、そうですか。稲川淳二さんの怪談話って怖いなって俺震えたことないね。あ、そうですか。うん。ないね、今までで。本当にだから怖いのは実体験で、よくあるじゃない、その、なんかほら柴田理恵さんとかのさ、本当の怖い実体験。なんかベッドの下にナイフ持った人がいたんですよ、とかさ、本物の強盗が、とか、そういう話は怖いなと思うのよ。だけど、怪談話って怖いなと思ったらないね。お化け屋敷でもさ、それは真っ暗にあんなしてさ、視覚奪われてさ、ドバーンとかやればさ、それお化けが怖いっていうよりかは誰かに、強盗とかに乱暴されるんじゃないかなっていう怖さがあるから、はぁーってなるけど、お化けが出るから怖いってことはないね。なぜならね、お化けなんていないから。いないんですよ、お化けが。Release so much stress. Now a variety program.
さあこんばんは、オートプロの真珠、ヒロシマグモンド怪談時、軍人ロックスター有吉弘行です。東京半蔵門から生放送、サンデーナイトドリーム、アシスタントこちら、はい、デンジャラス安田です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、だからあれだね、なんかまたこれもちょっとこんなこと言うと怒られちゃうかもしれないけど、お化け詐欺で稼いでるやつら多すぎない？お化け見ます、お化け霊がついてます、ついてます、はい、まあくしくも小田武道さんはね、はい、見えませんでした、そんな除霊なんてできませんっていう告白がありましたけども、はい、ああやって年取ってもう死ぬ間際にああやって告白するんだけど、それまで口割らないよね、あいつらね、お化け見えますとかね。であとはもう妄想だからね、はい、自分の脳みそがそうやって見せてるだけでね、はい、無理やり見に行ってるだけだからね、お化けなんていません、霊なんていませんから、インチキ商売やめてください本当にね。島田入ってきますかね、この後ね。有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。Stay Night Dreamer Live on air. Stay Night Dreamer Live on air. Sunday Night Dreamer.さあ東京半蔵門から生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタントデンジャラス安田です。はい、ゲストをやってきてくださっております島田秀平さん。いや出づらいわ本当に。オープニングトークでお化けなんかいないんだっていう話をしっかりされた後に、俺どんな今日トークすりゃいいんですか。どんなトークっつったってお化けはいないからね。いやいや、ちょっと今日発注としては、うん、もう僕は前回ね、占いという武器はもうもがれたわけですよ。そうだね、もう占い師じゃないからね。今はちょっとたまにイベントやってるのはあれはしょうがないね。昔から入ってた仕事残り日でやってるだけだから。残り日って言い方やめましょうか。占いはもうやめて廃業ですから。まあ僕はでも今占い撲滅アベンジャーズとして。そうだな。そうだ。頼むよ。本当にスパイみたいなもんだからね。もし占い本当最近は言われますよね、お前はハッピーカウンセラーなんだろっていうね。そういうこと。やめてほしいんですよ。なんか急になんか若者近づいてきて、ハッピーオーラー、ハッピーオーラーって言われて。いや、いいんですよ、だからそれで。まあまあだ、それはまあだ、まあとりあえずまあちょっと僕は、ね、だけど一つ言っとくのは、お前なんかに人生のアドバイスできるほどの器はねえけどな。どうした急に。だから情緒不安定なんですよ。だから優しいのか優しくないのかはっきりしてほしいんですよ、こんな男に人生のねアドバイス受けたって何にも響かないけどね。そりゃそりゃ瀬戸内寂聴さんみたいな人がね人生相談するなら分かりますけども、島田みたいに今までインチキで生きてきてね、そんなインチキ人生を送ってきたやつが人生相談したって何の、まあ強いの、だからずーっと。そうだよね。だから強いね。いや、今日っていうか、僕は安田さんにもしっかりしてほしいんですよ。どういうことですか？あなたレフリーなの、レフリー。あー、はい、そうっす。前回とかもう俺ボコボコ殴られてんだよ。そうですよね。まあ、占いはもうほら、はい、もう誰がどう見たってインチキなんだからさ。まあ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 、インチキというか、まあね、まあまあ、一つのね、よりどころというか、楽しい気持ちになるっていう一つの武器ですよね。そうそうそう、はいはい、そうしてくれりゃいいからね。やってますね。それはまあ、ほどほどにしていただくということで。まあだから怖い話ですね。階段持ってきましたよ、怖いですよ。怖いの本当に。ちょっと今日はもうね13話ちょっとそのタイトルの方ありますんで、ちょっと一回怖がらせてほしいよね。いや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 、もう怖い話。ああ、いろいろあるね。はい、これはさ、ええ、結構実体験に基づいてるもんがあるの？実体験もあれば聞いた話もあれば、あとは人間の怖い話も今日持ってきました、うん、人間の怖い話。はい、これはいいね。人間の怖い話は確かに怖い話はあるけど、お化けは見えるんですか？見たことあるんですか？僕はね、霊感ないんです。ない。ただまず霊感って何？いや、もうそれはもうみんな普通に話してる言葉じゃないですか。もう水とかと同じぐらいの言葉じゃないですか。霊感って何？なんかその霊を感じるという感覚というか、霊を感じる、はい、なんかそういう不思議なものを感じられるってことを霊感でいいじゃないですか。ここはそれって本当の病院でカウンセリング受けた方がよくない？もうガチでそんなこと言い始めます？霊が見えるとかさ、まあ、ちょっとどうかしてるっていう、まあ、診察ね、本当の、なんていうの、あれ、神経系のさ、カウンセリングとかさ、はいはいはい、脳神経とか、はいはいはい、そういうののカウンセリング受けた方がいいんじゃない？だってお化けが見えちゃうんだもん。だって見えないものが見えちゃうんだもん。でもそれを仕事に僕は話をいっぱいしてるんで、そこそういう切り口で言われてしまうと、あ、かわいそうだねってなっちゃうじゃん全部、ね、メール行かせてください。メールお願いします。ブラザーフットオブスティール、島田さん質問です。はい、なぜ
テレビであまり見かけなくなった芸能人や友達が一人もいなそうなネットの人は心霊体験をしやすいのでしょうか。僕の周りに霊感がある人なんて一人もいない。不思議で仕方ありません。需要があるんだろうなそこには。まあなんかいわゆるかまってちゃん。かまってちゃん。別にだったらもう稲川淳二さん最高のかまってちゃんとかになっちゃいますよ。いや別にそのかまってほしくてなんか霊体験とか話したわけじゃないですから、なんかそれも楽しんでほしいエンターテインメントかなってことでちょっとこっちもやらせていただいてます。本当かね。いやただ僕嘘だもん。だって嘘つくんだもんね。嘘ってやめましょう。嘘はやめましょう。ラジオネームお松さんでした。ネットで怪談話を検索するとき、怪談、しょんべん、漏れるで調べているんですが、怖い怪談話に巡り合いません。島田さんどういう風に検索してるんですか。してねえわ。だから本当やめろよ。そのネットでこうなんかね集めてきてるみたいな話一番良くないですから。お化けでは霊感っていうのだ。そのお化けが見たことないのにさ、はい、どうしてんの。あ、だからそんな僕でもあれこれおかしいなっていう体験結構あるんですよ。あ、ちなみに僕お聞きしたいんですけど、お二人ってその霊感ってあるんですか。霊感なんてものはないですよ。当然真っ当に生きてますから。別に霊感あるっていう人が真っ当に生きてないとかないから。実はね、はい、ちょっといいですか、うん、ある一つの質問に答えるだけで、うんうんうん、その人に霊感があるかどうか分かっちゃうって質問です。そうなの、はい、やっていいですか、うん、あなたは昨日どうやって寝ましたか。自分の昨日の寝姿をイメージしてください、うん。有吉さんどうですか。はい、昨日どうやって寝ましたか。寝ましたか。はい、まず人殺した後手を結構洗しっかり洗ってて落ちないんですよ。ちょっと本当に血が落ちる。怖い怖い怖い話しないで。洗っても洗っても怖い話やめて。ちょっと本当にそう血が落ちる。怖い怖い思い出したオープニングの話も。何ですかあのオープニングの話も。なんかドアがバタ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 こうなるみたいな話。そば食わないんですよ途中で。は急にね、急に略語のテストも入ったから、ね、多分怪談イコール擬音みたいなないんですけどないな、はい、昨日はお酒を飲んで、はい、うとうとと してそのまますーっと寝てました。ベッドですか。はい、布団はかけて。布団はまあかけてましたね。おお、なるほど、分かりました、はいはい。安田さんは。僕もベッドで布団かけないで寝ました、はい、テレビ見ながら、自然にテレビ見ながらで寝落ちしたって感じです。格好は。格好お前なんだ、お前しころうと思ってんじゃないだろう。テレフォンセックスみたいなことしてくるじゃないか。それ安田さんでしころうんですか。前回なんか俺ケツの格好は俺には格好は聞こえなかったのにさ、安田さんだったら急に格好どの格好。やめてよちょっと。いやだとしたら俺有吉さんでしころうわ俺。この二人だったら何よ。はい、ない、はい、答えいいですか、うん、実はですねこの寝方ごめんなさいどうでもいいんです。うん、実は今その自分の寝姿をイメージした時にどうイメージしたか、うん、普通はね自分の体主体でイメージするんです、うん、布団かけてとかね、うん、横向いて、うんうん、時々ね天井ぐらいから自分を見下ろす、うん、なぜか俯瞰の絵で自分を今イメージしちゃう人がいるんです、うん、そういう人っていうのは寝てる間に魂が上に上がっちゃってるんで、うん、霊感があると言われてるんです。魂が上上がっちゃってんの。何魂が上上がるっていい加減しろよお前。マジでもうそんなインチキの話されたらさ、はい、もう今から怖い話聞こうって準備もできないよ。何魂が上がっちゃうって。普通これ水木しげるさんの漫画見てるだけだろお前。なんだどんな魂ってどんな色してんの。白くて火の玉みたいなやつ。そんなベタなやつじゃないですきっと。ここで止まんないの普通。なんだよ、なんでここで止まるんですか。なんで魂が上上がっちゃうんだよ。なんかこう気持ちなんかエクトプラズムみたいな感じでこうファーって上がっちゃってるんですね寝てる時に。俺コンタクトなんだけどさ普段は、はい、どうな魂もコンタクト入ってんのかな。え魂もコンタクト入ってんのかな。じゃないとぼやけて見えないもんね。いやさ魂別にコンタクトコンタクトハードでしょうかソフトでしょうかとかないと思いますけどね。そのじゃ もう一個だけいいですか、うん、ちょっと挽回したいんで、うん、実はねみんな実はみんな霊感あるらしいんですよ人間って。ないよいい加減にしろよ。もう聞きましょうよちょっと入り口だから。何なんだよこれ。入り口はね、行きましょう行きましょう。はい、実はある、はい、実はまあ霊感っていうか感みたいなものあるよね。さすが、はい、第六感みたいな、直感力なんですけども、その感じ方って人それぞれなんですって、うん、得意分野があるんですって。あ、そうなの。だから見えるタイプもいれば聞こえるタイプもいる音、うん、あとは
感じる、鳥肌が立つとかね、うんうんうん、あと途中あの匂いっていう、うんうんうん、霊臭っていうらしいですよ。霊臭？はい。うん、なんかちょっとニヤッとしましたけど、まあ一応聞こうと思う。ただそのお線香の匂いが急にするとか生臭いなみたいな、うん、匂いで感知するタイプ、それ全然違うだけでどのタイプかっていうのが皆さん知りたいですよね。うん、これある一つの質問答えるだけで分かっちゃう。うん、頼むよ。はい、やって。昨日あなたは晩ご飯何を食べましたか。晩ご飯何食べたか、ちょっと言っていいのかな。燻製。別にいいと思いますけど。どこに気使ったのか。燻製。燻製、あ、おしゃれなもん食べられて、はいはい、はい。安田さんは。僕焼肉でした。焼肉。はい、嘘つけよ。いや本当です。何見え張ってんだよ。いや本当です。絶対焼肉じゃない。焼き野菜だろ。野菜じゃ、肉です、肉。野菜。肉だよ。ダメ、本当のこと言わないと、島田がちゃんと見れないから。そうですよ。嘘をやめましょう。焼き野菜だ。焼き野菜です。焼き野菜。やっぱり。野菜ですって、なんだよ。焼肉やって焼き野菜ってなんだよ。まあ、焼き野菜、はい。わかりました。これね、うん、その質問、ごめんなさい、答えどうでもいいんです。うん。そのね、昨日のこと、過去のことを思い出すときに、うん、その人が一体どこを見たかが大事らしいんですよ。うんうん、上見たか、うん、正面か、微動だにしない、うん、横見たか、うん、下見たか、うん。今、有吉さんね、ちょっと横見たんですよね。うん、チラッと。メンタリストの大悟が言ってるようなことじゃないか。それ、まあ、それメンタリズムだよ、それ。いい加減にしないと。そういう、霊感みたいなものとメンタリズム一緒にしたら、大悟に失礼だよ、大悟。ああいう、あの人はちゃんと研究して、ちゃんと理論があって、基づいてやってるの。人間行動学を調べて、こういう風にやったら人間ってのはガードするんだとか、嘘つくときは左上を見る。ね、本当のことを思い出すときは右の上を見るとかさ、はいはい、それちゃんと理論立ててあるんだ。占いとも全然違うし、怪談話でもないんで、そんな、インチキとな、ちゃんとした科学を混ぜるなよ。こういうテストした後に答え言わせてもらえないってあるんですね。せめて答え聞いた後だったらいいんだけど、答え言う前にまだ言ってないもんね。俺もなどうしたらいいんだろう。正面見てましたよ、左上見てましたじゃないんだ。それメンタリズムだから。ダメだよそんなの混ぜちゃう。お前これダメですか。あ、そんなのインチキだもん。うん、まあ、じゃあこれ答えはやめときましょう。そうだよ、当たり前だよ。答え言えないの。今気になってきてるんじゃないの。全然ダメだよそんなの。メンタリズム、大悟の本でも読んだ方がいいよ。じゃあそんなの、じゃあ大悟さんの本皆さん読んでください。大悟とかに勉強させてもらったら、弟子入り占いなんてやってるのインチキなんだからさ、あんなのもう先がないんだからさ、メンタリズムとかの方がいいんじゃない。いや、これまた新しいの始めるんですかね。ねえ、ここまでやってただでさえなんかいろいろやってんなみたいな感じなのに、もう引き下がれないみたいなのダメよ。やっぱりインチキずっと続けていくの地獄落ちますよあなた本当に。嘘ばっかり。嘘先生、嘘先生の言っちゃって、当てすぎなんだよ先生。本当に言っちゃって、本当にもう参っちゃうよね本当に。どうですか本当に。やりますか。え、いいっすか。いや、まだちょっと、まあ、あと1分ぐらいだからちょっとあれだけどさ。あ、まあ、一応その上見たら、その視覚タイプなんですって。目で見える人。何言ってんの。さっきの答えです。さっきの答え。さっきの答え。勝手なことするだろ。本当に。いや、もう本当に今日かけてるんですけど、なんかうまく回ってないですもう。すげえ頑張りたいと思ってきたんですけど、夏は営業が多いはずだけどないでしょコロナで。怪談話ももう全部学校なくなってってますけどね。頑張りたいですね。そうか、怪談、はい、話ってさ、どういう人が集まってくるの、お客さんは。意外と、老若男女、いろんな世代の方、若い女性なんかも多いですよ。へえ、怖がる。みんな怖がってくれてますね。ああ、キャーとか言うの。あります、あります、みたいな。そういうこう、吐息が漏れたりするとなんか、ああそうなんだ。ラジオネームペチャウサ。怪談話をしている最中、もし客席の誰かがしこり始めたらどうしますか。一番怖いですねそれがね。多分ですけど、怖い話がブレちゃうから無視するんじゃないですかそこは。無視する、ね、無視すると思います。例じゃないんだね。例じゃない、例じゃない。ちょっとじゃあこの後、じゃあ怖い話、怖い話、ええ、はい、してもらいます。スネイナイトドリーマーライブオンエア。
さあ、ということで今夜はね、島田秀平くんをお迎えしてちょっと怖い話、はい、怪談話特集ということで、お願いします。人ってさ、はい、死ぬとさ、ええ、みんなどうなんの、霊になるの。まあ三途の川みたいなねとこに行くとか言いますけどもね、うん、でもやっぱお盆なんか帰ってくるって話もやっぱありますんで、うん、やっぱ霊になるんじゃないですかね。三途の川なんかがあるって信じてんの。僕信じてます。ないよそんなもん、ね、あんなの子供しつけるためとかさのあれ作り話だからさ、いつあの話ができたのか知んないけどさ、何三途の川って、三途の川渡ると思う今時の人が。やっぱでもね、この臨死体験された方がね、なんかこうなぜか川みたいなところに、どんな格好で歩いてんの。服は、服はなんかそのなんかなんでしょう、その時に一番こう自分の思い入れのあった服とか、うん、はい、じゃあもう地獄の中はいろんな格好の人がいるの。江戸時代の格好の人とかさ、令和のファッションの人とかさ、いろんな外国人もいるしさ、インドの人もいるし、日本の人もバラバラっていうことになりますね。服装有吉さん、今日あのいろんな僕想定してシミュレーションしてたんですけども、その質問想定してなかったです。地獄いや聞いてんのよ。いやいや、今まで死んだ人はさ、もう何百億人じゃない、はい、いますね。地獄はどうやってるの、パンパンなの、もうぎゅうぎゅう言うのがですね、やっぱりこの念なのでずっとあるわけじゃないと、うん、だからまあ本当だったらね、お侍さんとか縄文人いるはずだけども、やっぱ歴史が古いから、うん、昔の人だからもうそれは念が薄くなってきてて、うん、だから最近はお侍さんとかいないんだ。じゃあ無限地獄みたいなのは嘘なんだ。無限はないんだ。無限、まあ、ないのね。じゃあスーッともういつか楽になれるんだ。いいね。じゃあ別に地獄行くのも、まあ、あと、まあ、生まれ変わりとかもある。生まれ変わりって何だ。生まれ変わりって何かってことですか。はい、生まれ変わりって何だ。もっとなんかそのなんだろう、思ってたのと違うんだよな今日。生まれ変わりって何なの。でも前世とかでも言いますよね。前世って何。なんかよくね、なぜかこう昔のね、うんうん、行ったこともないこう記憶があってペラペラ話し出すみたいなことがあって、うんうん、それマジ妄想じゃん。もうカウンセリング受けた方がいいよ絶対。診察受けた方がいいよ、ね、そんなの嘘なんだ。いや全員病院行きやめましょうか。ちょっとその、そうなってしまうと階段。いやマジでお医者さんなめんなよっていう話なんだよね。どういうことですか。そういうの、はい、いやそういうことすると、お医者さんに行ったら解決するはずなんだよね、やっぱりちゃんと。あ、こういう理由でこういう風になってます。脳のここのあれが刺激されて、こうちょっと、こういう理由がありますんで、まあそういう妄想癖とか、そういうなんか見えないものが見えたという風な妄言を吐くことがありますね、とか、ちゃんと全部わかるんだけど。言っときますね。これ階段のルールとして、おかしなことが起こったら、病院行っちゃダメなの、これ。そうだろ。霊媒師どこ行くの。そういうこれはもう守って、これはもう小田武道さんね、霊媒師有名な、はい、いやまあそうですね、でも僕思い出話が実はあって、うん、以前本当一緒にロケに行かせていただいたことがあって、うん、で本番前にね、お願いしますって言ったらやっぱ第一声で、うん、島田君俺見えないからっていう風におっしゃってくれてたんですよ、うんうん、まあでもなんかそういう、まあ、サービス精神でちょっとやっぱやってるんだみたいな話があったので、うん、だからそうだ、だからああやってゲロするやつは出てくるじゃない。あ、そうだよ、みんなそうだから。だって嘘なんだもん。だってあれマジでやってたで、あの人っつって、まあやってましたね、テレビでもやってね、こんな風な、こんな風に、はい、あの小田武道さんに助けられましたとかさ、うん、小田武道さんがって言ったら涙流しながらさ、うん、そうなんですなんていうさ、インチキ芝居やってさ、今まであんな詐欺働いといてさ、どうなんそのお前片棒担いでさ、片棒ちょっと安田さんそろそろ一回あのブレーキ入りましょうか。全然なんでだって、俺もうこういう証拠したんだ。すごい納得しちゃったんだよ。納得しちゃってた、聞いちゃって納得しちゃってた。あの時だってね、だってほら、ある小田武道さんなんてつってさ、みんなこう持ち上げてさ、そうですね、信じろ信じろって言うじゃない。だけどその実はそうだっただろ、まあ、結局俺が言ってることの方が正しかったじゃないか。いやそうです。だから、まあ、有吉さんみたいな方がやっぱいて、そういう意見もないと、全員が全員でこうなっちゃって危険ですよね。危険っていうかもう嘘なんだから霊能なんて。どうしましょう、俺今日怪談話いっぱい持ってきてるんですけど。曲ですね、曲、米津玄師関連。さあということで、半蔵門、東京半蔵門から生放送でお送りしておりますけどもね、はい、ラジオネームカニ太郎でござる。島田の親族は
身内から虚言癖がテレビに出ていることをどういうふうに思っているんですか。うわ、そうだ、こういう感じだったんだ、これ。思い出しました、2年前。あ、そう。はい。2年前こんな感じだった。本当に。ラジオネーム三平。はい。島田は、緊張感のない、間抜け面をしてやがるくせに、なんで階段やろうと思ったんですか。顔関係ないよね、別に。まあ、怖い人の方がいいよね、ちょっと雰囲気ある人の。そうね。確かに。そうですね。まあでも、いきなり悪口から入ったんで、後半全然入ったんで。悪口じゃないですよ。質問ですから、純粋な。そうですか。はい。うん、まあ、好きだったんですよ。はい。小学校時代から。怖いね。霊感があったらいいなと思いますか。思います。もう羨ましいです、霊が見えるっていう人が。霊が見えるって嘘をつけばいいだけじゃん。やっぱ嘘は良くないですから、そこは。ヤロセナスの中村なんてお化けがいるところに行ったら吐いちゃうんだ、あいつ。いや、すごいですよ、あの方も霊感体質でね。うまいよね。だから芝居じゃないですよ。本当になっちゃうみたいですから。本当になっちゃうっていうか、だから、そういうふうに指入れてるんだよ。入れてるか。いやいや、本当に入れてないです。入れてないですか、うん、入れてないです、入れてない。いや、だから思い込みだよ。だからそこに何かいるとか、なんか、うわ、すごい、うわ、怖いって自分で思い込ませて、あ、自分で自分を騙してやってるだけだから、別に何がすごいっていうこともない、別に。本物だじゃないんだよ、そんなの。ゲロ入ってるだけなんだよ。うわ、俺がここで、ってゲロ入ったらどう思う。わ、やめろ、汚ねえなと思うだろう。それ、羨ましいなんておかしいよ、ほんとに。若々しい。いや、そう、でもね、やっぱりこう感じるんでしょうね、やっぱりね。感じるっていうか、それ思い込んでるっていうかね。いや、感じるでいいじゃないですか、ここはもう感じるにしましょう。何か、何ですか、何ですか俺のカバンのところなんか人いないと思って。あれスタッフさんですよ。多分、え、僕だ、みんな見えてますよね。うん、見えてます、見えてます。ハットかぶってる方ですね。うん、あ、なんでもないの、はい、と思いますけど。あ、なんかね、ラジオにペチャ、めちゃめちゃビビってたじゃん。いや、めちゃだからそうやって思い込む人だからなのよ、そうやって。怖がりなんですよ、基本めちゃくちゃ。だから、そうやって嘘つくんだよ。嘘じゃないんですよ、ここやめましょう、はい。ラジオのペチャウサ、島田さんはエゴサーチしてみました。島田さんにあんまり SNS のイメージがないので、代わりに島田さんのエゴサをしてみたら、たくさんの温かいコメント寄せられてました。一部抜粋です。1、島田は顔も喋り方も全てうさんくさい。2、なんで島田みたいなやつがテレビ出てんの。3、島田は生き恥、細木和子大先生に謝罪しろ。4、島田は死んで当然。などなど。はい、今もう2から記憶ないです。無理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 、そんなもん。なんかもう強すぎちゃって、ほんと。言ってますよね、あの、僕はこう、お笑いっぽいことちゃんとできてないから、ほんとお笑い過敏症なんですよ。なんかもうちょっとでもなんかそういうので、あーってなっちゃうんだから、もう。怖い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 。あとはないですか。犬や猫はどうですか、霊は。いや、いるんじゃないですか。やっぱりこうね、うん、ずっと可愛がってたワンちゃん亡くしてしまったっていうね、方のところになんかこう、ちょ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 って、なんかこう足音が聞こえるとかね、うん、なんかそういった匂いがするとかっていう話聞きますもんね。まあ、幻聴ですよね。幻聴というか、まあね、そういう、まあ、会いに来たんでしょうね。本当にぶった切りますね、本当に。すごい切れるんだな、その刀。どこで研いでるんですか、それ。え、な当たり前のことを当たり前に聞いてるだけですよ。単純な疑問ですから。そうです。天国なんてあるんですか。天国に行く人なんているんですか。いや、いるんじゃない。嘘ついたら地獄とかね、うん、虫殺したら地獄、何でも地獄ですよ。そうすると天国に行ける人なんていないと思いますね。嘘つかない人なんていませんからね、世の中。いい嘘悪い嘘ありますけど、嘘ついたら地獄、うん、はい。だから天国なんてものはないじゃない。天国なんて行けませんよ。まあ赤ちゃんですぐ亡くなったような赤ちゃんだったら行くかもしれないけど、うん、じゃあ赤ちゃんだらけですね。もう不、うん、ムーニーマンのムーニーマンの世界ですね。天国が。ちょっと本当に。かわいそうね、赤ちゃん。本当に。なんすか、本当に、ね、すげえな、本当に。だってそっちが言ってきてんだからね。何やったら地獄だ、あれやったら地獄だ。まあまあ、でもあれはまあね、昔のこう、なんていうか、教育的な面があって。そうでしょ。そう。子供に対して、こういうことはよくないんだよ、地獄落ちちゃうよって面があるので、まあ、あれはわからないですけどもね。だから地獄なんてないよね、だから。まあまあまあ、死後の世界はあると思いますよ。死後の世界って何？一回死んだ後に行く世界というか。なんで？はい。いや、なんか、そういう話やっぱよく聞くんですよ。うん。死後の世界。さっきもびっくりした話があります。いいっすか？え？もちろん。まあ、いわゆる臨死体験された方がですね、うん、なんかみんなやっぱこう川みたいなとこがあって、うん、でやっぱ三途の川っぽいとこ行ったらしいんですよ。思い込みだって。だからそれ外国人と日本人で全然違うんだから。有吉さん、有吉さん、今みんな外国人そんなこと言わないじゃん。それは日本人特有の文化だから。有吉さん、有吉さん、外国人もみんな言うんだったら分かるよ。三途、三途の川、三途リバーよって言ってんだったら言わないよ。話しますよ、いいですかって話しましたよね。外国人全然言わないじゃん、三途の川。だからそれはだから、もしかしたらその
その象徴がね、その国によってあるのかもしれないですけども、思い込んじゃって全然話せないんだから、怖い話。Using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.だからもう基本的な質問しただけでも全然答えられないからもうちょっとあれなんだけど、まあこんなことやっててもしょうがないから、まあ島田はその、そういう専門家じゃないだろうから、怪談話が得意な人っていうだけだもんね。はいはいはい。そのだから、外国とかと日本で全然そのね、地獄の感じ違うのはなぜかとかさ。そんなこと聞いても答えられないもんね。そうなんだ。それはまあ昔話をす、はい、あの、すり込んでるだけの話だからね。どの国の人も。それだけのことだからさ。統一感がないもんね。世界中の人が同じものを見てるわけじゃないからね。うん、そうですね。だからまあ全くのインチキなんだけど。インチキだね。まあそういうもんなんだよね。人間っていうのはもう何かそういう怖いもので縛ったりとか、まあ宗教で救いを求めなきゃいけなかったりとか、弱い生き物だからね。だからそういうなんか、嘘でもいいからそういうもんで、やっぱり人間ってのはこう、グッと縛っとかないといけないんだよね。もうそれはよくわかります。階段話せないんですよね、全然。いや、してよ、早く。してよじゃなくって、俺今日、はい、ここに階段しに来てるんですよ。そうですね。13本話ありますって最初、リスト渡しましたよね。はい、いただきました。1個も話してないんだよ。あ、ごめんごめん。で、さっき、やっと話せようかなと思ったら、途中なんか地獄がどうっていう、なんか三途の川がって話になって、はい、そこでなんかもう、バシバシ言われちゃって、もう、で、なんか、いよいよと思ったら曲かかるし、なんか、CM 来たのかな。この、こうやってうるさいね、もう。そうやってうるさいから、できないんだろう。それが多いんじゃないですか。そうね、口応えが多いから口応えやるんじゃん。いいですか。はい、どうかやってよ。どれでもいいよ。じゃあちょっと、まあ、実体験っていう話があるので、はい、いいですか。いいよ、ちょっと聞かせてください。メガネ橋という話なんですけどもね。有吉さん、いらないです、そういうの。あの、まあ、よかれと思うことで、と思うんですけど。雰囲気出そうとしてるの。いいのかな。いや、あの、聞いてほしいんです、僕は。今だからもう、リスナーの方、有吉さん、安田さんに怖がってもらおうと思ってますんで、はい、もう真剣に聞いてほしいんです。リスナーの皆さん、今、おしめのよいよ。漏らしちゃうことかな。怖いですよ。怖いと思う。メガネ橋。今日、ジョーカー見たのよ。ジョーカー、ネットフリックスで始まったんだ。あー、らしいね。ジョーカーの話。めっちゃ怖いね。怖いかもしれないですけど。ちょっと帰ったら見ようかな。あ、見てない。映画が見てない。見てないですよ。気になっちゃうから。あ、なぜジョーカーがジョーカーになったのかっていうのをずっとやるけど、やっぱね、いい映画だったね。ありがとうございます。あの、安田さんもそうなんですけど、こういう話した時って、この話だけで集中してほしいから、それ違う話されちゃうと、それがもうそっちになっちゃうともう邪魔なんです。絶対、しかも、いわゆる話す話、ジョーカーよりは良くないですから。そんなもんジョーカーの方がいいに決まってるから。そんなことない。そんなすげえやつ出された後に。そんなことないでしょ。一回ジョーカーの頭になっちゃうと、もうその後どんな話もダメだろう。いや、ジョーカーなんてバットマンのキャラクターだよね。そうよ、脇役じゃん。悪役のキャラクター。それなのにさ、すっごいなんか人間ドラマがあるっていうかね、深掘りして、あ、人間ってこういう風になって、こういう風に追い込まれていくと、こういう風になるんだ、怖いなぁ、と思うね。すごい、ジョーカー。あの、だから安田さん止めましょうよ、こういう時。なんで一緒になってジョーカーの頭になってる。見てないからさ。見てないです。めっちゃいいよ。ずっと見たいと思ってて、この前飛行機ね、乗った時に、あ、ジョーカーやってんのかなぁ、なんて思って、うん。見れなかったから、結構悔しいんですよね。なんかめちゃくちゃいいっていう話ですよね。ジョーカーやってたね、そういえば。あ、そうなんですか。うん、ネットフリックスでも最近加入しましたから。あ、そう、悪役だけどね。なんか悪役だし、すごい悪いことしてんだけど、なんかでも、ジョーカーって本当に悪いやつなのかなっていうね。まあよくあるね。なんか本当に、誰が良くて誰が悪者かっていうのはね、やっぱり人それぞれのもんだから。その人によって違いますからね。うん、俺話していいんですか、ここ。どうなんですか。え、ジョーカー。どうぞ。話せるか。いや、あなたすごい上手な人ですよね。もう、バンバン MC でこういろいろさばいて、ね、いろんな人こう絡んでやってる。俺は別にそういうなんかきっちりやるような、あずみさんみたいな司会者じゃないから。いやいや、急に下手になったと思いましたけど。私はもう、和気あいあいとみんなでやりたいって。だとしても今の振り方は多分間違ってるジョーカーの話一人盛り上がって、その頭になった後どうぞ、多分。情報も必要だからね。ラジオ続けていくには。怖い話ばっかりやってたってラジオ続かないよ。まあ確かに映画の話っていうのは鉄板ですもんね。ジョーカー今日からやってますよっていう情報を入れてあげたんだ、リスナーに。だとしてもここじゃねえわ。
そんなもん全然時間あったろ。あの変なオープニングの時間あったらその話よ。オープニングって大体そういう時事ネタ入れるんだから、オープニングで変な会談して、時事ネタやらなくって、どうぞと、いや、どうぞどうぞ。いやぁ、まぁちょまあ、怖いんだろ怖いです実体験。メガネ橋。あんまり時間で階段、長崎の話じゃないです。長崎のメガネ橋じゃないです。じゃないです。ごめんなさい。何がっかりしてんだよ。群馬県に。俺修学旅行で行ったのね。あ、そうですか。あ、まあまあ、それは長崎といえば、エビさん。エビさん、はい。うん、かわいそう。アルツハイマーね。出たんだって。そうみたいね。でも、あの、仕事はしたいとおっしゃってたから、ね。ああ。結構だからカリスマ天国とかで結構お世話になってたから、うん、どうすんだろうなって話もマツコさんとこの前しちゃうんだけどさ、うん、だからやっぱりまあいろいろ文句言う人もいるんだろうけど、ご本人が良ければね、やっぱり復帰して頑張って元気にやってほしいなと思うしね。じゃあアルツハイマーになったらテレビ出ちゃいけないのか、お仕事しちゃいけないのか、じゃあ何にもできないのかっていうことになるもんね、うん、だってやっぱり一生懸命やっててほしいけど、だから蛭子さんっていうキャラクターがまたでもどっちか分かんなかったりするから、それはそれでお笑いになるんだろうけど、そこを笑いにするなよっていう人がいるからまた難しいけど、でもそれはご本人の問題だからね。すいません、すいません、あの、エビスさんの話はちょっとやめろとか言いづらいんで。本当に。もう本当邪魔されてイライラしてるんだけど。でもなんともできなくなっちゃって、もう。ごめんごめん。ネクタイ取ったの？いやもう、もうネクタイ。バカ昔。上着も脱ぐし。もう何どうしたどうしたカッカッカッしちゃって。本当ごめんなさい。なんかマジで。どうぞどうぞ。本当すいません。じゃあいいですか、メガネ橋。はい。群馬県のですね。え？群馬県って別に群馬県でしょ。あ、長崎じゃないんだ。長崎じゃないってさっき話しましたよね。ごめんごめん。それ、あ、そうか。エビサレ話したっすわ。長崎じゃないであんだけ時間使ったんだから、はい、もう。じゃあ言う、長崎じゃないんですけどっていう。いらないでしょ、別にそこ頭。あのね。でも僕はメガネ橋って聞くと、やっぱり長崎だよね。イメージが強いです。じゃあ、わかりました。長崎じゃない、群馬県のメガネ橋の話なんですけど。あるんだ。まあすみません。横川駅っていうね。うん、まあ、群馬県の駅がありました。釜飯。そう、ね、峠の釜飯。美味しいですよね。ある器がね、はいはい、持って帰れるから、ね。そうそう。でも、器分も値段に入ってるだろうって話だけど、器が持って帰れるから得なんですよ、なんていうやついるんだけど、いや、それは、器の分も弁当代に入ってますから、っていうやつね。まあ、そうですよね。まあ、ね、結局、ね、得した感じはする。しますよね、いや、もう一個ギアグってるのやめましょうか、本当に。釜飯のところでグイってギア入れるのやめましょうか、もう。そこでその話広げんじゃないんですよ。グイッと火を。いらないよね。グイッと最後に強火。別にそういうお焦げできる。いや別に釜飯だからそのお釜の話じゃなくって、そのギアの話じゃなくて、もうそれ、いいんですよね。俺話していいんですよ。今日話しに来てるんですよ。怖がりたいんですもんね。はい、怖がりたい。いきます。長崎じゃない、群馬県にあるメガネ橋の話なんですけども。なるほど、そうなんだ。横川駅って駅ありましてね。釜飯。釜飯。釜飯でね。邪魔だな。横川駅ってありまして。釜飯。絶対それ言うの。もうさっき一回言ったからもう皆さん知ってんの。一回目はまだね、ギリ言うんですけど。ギリやるでみんな聞いてるが、うん、釜飯のだよなとかね、ちょっとそこで急がれるじゃん。だからバシッと言っといてあげた方がいいじゃん。そうそう、釜飯で有名なよ。言われないように自分で入れちゃえばいいんじゃないですか。で、これは後輩思いの有吉の優しさですよね。もちろんもちろん。島田の階段がより伝わるようにってことですよね。あ、だったらすいませんでした。はい。うん、じゃあそのまあ釜飯の横川駅。釜飯で有名な横川駅、ね、はい、はいはい、はい。と、あと長野県の軽井沢駅。あ、避暑地のね。そうです、そうです。まあ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 、それはまあ、結構なんか東京からこのコロナ騒動で長崎の軽井沢とかになんか逃げてる人が多いっていうね、お金持ちの人なんてね、結構。俺も今後絶対固有名詞出すのやめよう、もう、ほんと。軽井沢の人はちょっとやめてくれよ、そんな。僕も地元長野県ですからね。まあちょっとね、その気持ちは。長野広いね。長野広いですね、ほんと。諏訪湖。あ、諏訪湖も長野ですからね。はい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 。花火大会有名ですからね。あそこなんだっけ、たまに、何年かに一回しか開けないっていう、お寺。あ、善光寺。はい。秘仏がありましてね。はい。なんだろうね。御開帳って言って。あるよね。ありますあります。ああいうのすごい見てみたいなと思うね。うん、まあこの話はもう善光寺一切関係ないんでね。皆さん一旦忘れていただきたいんですけどもね。はい。軽井沢。いや、俺まだ、全然、全然話してないですよ。いいっすね、いいっすね。行きます、行きます、行きますよ。はい、横川。横川と軽井沢をつなぐ鉄道があったんです。うん。まあ旧信越本線ですね。旧信越本線。はい。昔ここね、鉄道通ってたんですけども。ええー。いや、今言ってるし、大体なんか通りそうです、あそこ。山道だから。峠道なんですけど。いすみ鉄道、綺麗だね、あの花。
なんかそう、まあ、そこはまあ山が綺麗だったりするんですけどね。山綺麗だろ、日本のどこでも。どこでも。なんでピリピリしてんの？こっちなんだけど、ピリピリしたいの。山は大体、山も綺麗。大自然なんですよ。汚ねえ山ってそんなないよ。山汚ねえなって。山汚ねえ山だな。汚ねえ山だ。山綺麗だろ。それはあんまり言わないの。横川駅と軽井沢駅をつなぐ鉄道がありまして、うん、今はもう廃線になってるんです。うんうんうん、でここが今ね、線路突破あれ。何年ぐらい前？そこがなんかね、しっかりしてないそうですね。まあ、どれぐらいですかね。どれぐらい前かな。まあ、きっちり調べられたらまずいんだろう。いや、全然大丈夫です。全然大丈夫、うん、ここで、ここ大丈夫です。うん、はい。まあまあ、はい、あって、これがまあ、線路なくなったんですよ。で、今ね、そこ歩けるんですよ。散歩道、遊歩道になってるんですね。線路は残ってんの？線路、もう取っ払ってます。取っ払ってんだ。はい。ただトンネルとか残ってるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。椎茸栽培とかするトンネルあるよね。トンネル潰して椎茸栽培したりとかね。長野県ありますけどもね。はい。あるよね、あるね。やっぱり湿気が多いからいいんだよね。ああ、そういうことですか。へえ。キノコのイメージいらないんですけどね、今ね。キノコ邪魔なんで。キノコが最後出てきたんですよ、とっちゃないの。怖くないだろ、絶対に。聞いたことあります。キノコだったんですよ。ごめんなさい。お化けはまだ出ないんですか。あと、ごめんなさい。怖い話の時に、お化けまだ出ないですからやりましょうか。お化け出るかどうかわからない。それをハラハラしてのきっと階段なので。はい。で、ここ歩けるんですよ。遊歩道で、はい。もう今人気なんで。気持ちいいよね。気持ちいいんです。2年ぐらい前に、地元、長野県のロケで、遊歩道を歩こうとロケやったんですよ。ロケ？ロケです。やってんの？番組。あ、長野の方で、ズクダセテレビっていう。ズクダセって何？長野の方言で。ズクダセ。橋で。渡らせ橋ですね、これ。すみません。渡らせ橋ですから、ずく出せってのは、こう、元気出せみたいな感じなんです。ああ。お前がなっていう。いや、テレビ見てる人が、ずく出せ！テレビ！お前だよ。言われてねえよ、別に。長寿番組なんだから、もう。俺のレギュラー番組、数少ないやつをバカにするな、ほんと。地元の大事にやってる番組なんですから。お前に言われたくないんだよ。言われてないんだよ。誰ずく出せってよ。お前がずく出せ！まだ全然序盤。ごめんごめんごめん。みんな分かってっかな、今どういう状況かっていう。ごめんごめん。ズクダセ TV。ズクダセ TV のロケで、はい、まあテレビですけどもね。はい。はい、まあ、そこはいいっすよ、別にも、はい。はい。ロケで、で、じゃあそこ散歩道、遊歩道歩いてみようかって話になったんつまんないロケ。つまんなくないですよね。頑張ってやってますから。ね。歩こうっていうロケ歩こうってロケですよ。はい、景色綺麗ですね。ああ、なるほど。やっぱり、ね、もともとこう線路ですから、なんか映画のスタンドバイミーみたいな。でも線路はないんでしょ？ないですね。じゃあすいませんでした。線路ないですから。線路ないからスタンドバイミーみたいな感じはないんじゃない？はないです、ね。まあでも気持ちはそうじゃないですか。昔線路だったのかなみたいな。いや、でも線路ないんでしょ？ないです、今はないです。はい。じゃあ別スタンドバイミーって感じは絶対に出ないと思うよ。ああ、じゃあね、出ないでしょ、だって線路ないんだもん。まあでも昔あったのかなみたいな、そういう温かい気持ちでやっぱこっちも、まあ正直出なかったですね。そうでしょ、スタンドバイミーはやっぱりザ線路だからね。そう、線路ないとね、やっぱり。あれ歩いてるとスタンドバイミーだなって感じだな。一旦ブレイクしよう。Stay night dreamer live on air。 さあちょっともうの何もうだって9時エンディングになっちゃうよ。一個も話してない。えエンディングなの？そうだよ、もう9時だよ、9時だよ、じゃあ残ってよ、じゃあもうちょっとだけ。一本ぐらいしてっていう。そうですよね、せっかくですもんね。僕はしたいんですけども。何にもないな、ラジオに寝ても覚めてもダメ人間、FM 長野。島田さん、釜飯の具って何でしたっけ？それが気になって一切階段が頭入ってきませんよ。お前、長野のやつだろ、わかんだろ、お前。俺の地元なんだから応援しろよ、本当に。ラジオネーム、すぎすぎ、FM 群馬。あれさん、僕は峠の釜飯の器、リサイクルで灰皿として使ってました。めちゃめちゃ吸い殻が入るので重宝しました。入るよね、それ。釜飯の話になってんじゃん、みんなもう。ラジオネーム、もちドリル。島田さん、僕の地元の大阪にもメガネ橋というもんがあります。こっちのメガネ橋の階段ありますか？ないよね、別にだって行ったことないんだから。別にそのメガネ橋イコール階段の名所とかじゃないから。あ、そうか。杉並のクレイジーボーイ、FM 岩手。島田さんと本当にプロなんですか？手際悪いし、なんかサンドル聞いてて初めてイライラしますね。今すぐ荷物まとめて帰ってください。本当のやつやめろよ、本当に。何なんだよ。一個も話してないんだから、今日階段話に来てるのに。そうなんだよ。どうしようか。いや、1時間で終わりの予定だったんだよ。予定そうですもんね。どうしましょう。だって話せてないんですもん。だって今日僕話したいんですよ。お二人をね、リスナーの皆さん怖がらせたいんですよ。
俺らが質問多いのかな。質問多いです。あ、ごめん、ちょっとできれば質問とか止まらずにやっぱ話聞いてほしいです。全部聞いてからじゃあ感想を言おうか。ぜひ、もうそれはしょうがないですよ。そうしましょう。怖い怖くないっていう。じゃあ9時台じゃあちょっとだけ残ってもらって、はい、じゃあ1本じゃあいいですか。悪いね、なんか。いやもうぜひぜひ本当にマネージャーさんとかにも悪いよ、もう早く帰りたいだろう。いやいやもう本当お願いしますって今頭下げてますんで。どう、頼むよ、怖いのやってよ。いや怖いやついきますよ。なんかいや嘘言うからさ。いや嘘、線路ないのにスタンドバイミーだとかさ。だから最初に聞いたじゃん、線路は残ってんのっつってさ、もう残ってないんですって言うからさ、それなのに今度はさスタンドバイミーみたいな世界だとか言い始めてさ。嘘つくなよ。そうですね、あそこはちょっと正直嘘でした、すいませんでした。本当に一つ嘘あると全部嘘になっちゃうから。じゃあもうちゃんとしてきます、ちゃんとします。はい、お化け出して早くな。お化け出してやめなさい。本当に一部の地域の方この時間でお分かり。ちょっとじゃあこの後も聞ける方引き続きよろしくお願いします。お願いします。2020年7月12日の日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはデンジャラス安田です。東京半蔵門から生放送、サンデーナイトドリーマーですね、はい、こういうのが届いてて、はあ、ちょっと驚いたんだけど、はいはい、ちょっとまあリスナーの人にもちょっともしいる人いたらっていうことなんだけど、ラジオネームケルヒャージャパン株式会社、うん、有吉さん安田さんこんばんは。いつもラジオ楽しく拝聴させていただいております、はい、先週の放送にて、うん、ケルヒャー欲しいなーと弊社の名前を出していただき誠にありがとうございました。ケルヒャーは1935年に創業したドイツ発祥のブランドです。創業以来革新的な機器を世に送り出し、現在は世界190カ国で愛用されています、うんうん、80年の歴史で築き上げてきた確かな技術を有吉さん安田さんにも体験していただきたく、弊社の高圧洗浄機お送りいたします。お車の洗車、ベランダ、網戸の掃除、簡単に手軽に洗浄できます。ぜひ ご活用いただけると幸い。よろしくお願いいたします。ケルヒャーさんから、ケルヒャージャパンさんから今日2台発送ですか、ケルヒャーから来てまして、まあ私1台も持って帰るんですけど、安田さん持って帰ったらさ、うち使わねえって言いやがるから。いやっていうかまあそうですね、車を持ってないですから。いやちょっとそうですね、もったいないというか、そういう意味でね、そういう意味なんですね。そうか、持て余す、持て余しちゃうなと思ったんですよね。本当にリスナーの人でね、1台だから余ってるから、本当に転売業者じゃないやついたらね、リスナーどうしても欲しいっていう人いたら、なるほど、あの1台送りますよ。だから、おーおーおー、もし欲しい人いたら、そっちの方がでもねいいですね、うん、ケルヒャー希望っつってちょっと一言添えて、はい、送ってくれればなというふうに思います、ね、はい、はい、ケルヒャーさん本当にありがとうありがとうございます。すいません、なんかあと藤井聡太な、強いね。うん、強い。うーん、なんか今現役最強って言われてる渡辺さんに2勝1敗でリードしてるから、うん、そうですよ。そんな強いんだね、やっぱ若い人っていうか、どんどんやっぱり成長が早いから、うん、すごいなと思うね。あとは何ですか、なんか面白いことあったかなあ。若槻さん、若槻千夏社長からもね、はい、この番組の新作グッズタオル20枚送られてきましたんで、ほう、またちょっとあのグッズ補充という、まあタオルの方がいいでしょ、リスナーも。変なぬいぐるみより、あの犬いや、そんなことないですよ、そんなことないです。変なぬいぐるみじゃないです、可愛いぬいぐるみね。若槻のインスタ見たらさ、はい、やっぱりさ、どっか情報回ってくるみたいでさ、はい、若槻のなんかほら顔がちょっと、はい、鼻につくって言ってからさ、はい、なんか気に入らないことありますかみたいな雰囲気。ほら、何でも私声入ってきますよ。ほらほら、一番気にしてること言うから。そうね、そうよ。だから、まあ、若槻さんのグッズもあるんで、じゃんじゃん皆さんメール送ってくださればなということでございます。今週はなんか特にないかね、面白い話しないかな。
喋っていいんですか僕え、すいません、ずーっと何しまだいますとか、あ、ごめんなさい、島田秀平です。何し9時からの皆さん、もう8時台でボッコボコになってますけどもボッコボコなんかしてないやん。いや、言いたいんですよ、今日は階段をね話させていただけるってことで、階段もう13本今日持ってここ来てるんですけどもまだ1本も話せてません。それはお前自分の力量だろ。力量じゃありません、途中であなたたちが止めるんです。入り口で質問止めとかしてくるんです。でこれはさ、やっぱリスナーの質問やっぱちゃんと一本聞いてからやっぱ判断したいと思うから、うんうんうん、じゃあ我々邪魔しないようにして、はい、じゃあ聞くよ、じゃあ1本か2本、うん、いいっすか、うん、今あと2分半だからどう。あ、じゃあちょっと行きます行きます行きます、はい、じゃあ聞こう。さっきメガネ橋、はあ、黙って聞こうすっげえ退屈そうな感じだけどあのそのメガネ橋っていう、あの長崎県でも大阪でもないんですけども長野県の近くの、まあ、群馬県にメガネ橋ってありまして、はい、その横川駅っていうのと、うん、あの 駅と、あ、釜飯ですね、はい、の横川駅と軽井沢駅をつなぐ、うん、まあ、何年か前からもうなくなっちゃった路線があったんですね。でここをですね、あの今遊歩道になってるんで、うん、ここ歩こうっていうつくだせテレビっていう番組がありまして、うん、すごい面白い番組 で、うん、でロケ行ったんですよ、うん、でこのねずっと歩いてたらですね、途中メガネ橋って橋に差し掛かりました。これ40メーターぐらいの橋なんですけども、うん、レンガ作りで明治時代に作られてるんだけども未だに残ってる、うん、絵はがきにもなるぐらいすごく綺麗な橋なんですね。でここ来た時にですね、まあディレクターさんカメラマンさんが、うん、島田さんちょっとこの橋綺麗なんでしっかり撮っていいですか。あ、わかりました、島田さん、あの上にいてください、うん、あの手すりからね景色見ててください、うん、僕らね2人でこう下降りますんで、下からね三脚でカメラを立てて下からグーって振り上げます。でカメラ上来たなと思ったら上から手振ってください、うん、あ、わかりました。で景色見てたんですよ、うん、あ、綺麗だなと。では2人が下に行くなで下にこうついてセッティング終わったんで手振ろうかなと思った時に、うん、パッて横見たら若い観光客の女性の方、うん、20代ぐらいの方リュック背負って、うん、景色見てるんですね。ではこの方顔映っちゃよくないな、こっちが勝手に撮ってるんだから、この方がいなくなったら手振ろうと思ってたら、うんうん、うーんって携帯鳴るんですよ、うん、見たら下のディレクターさん、どうしました、島田さん手振ってください。いや、そうなんですけどね、今横に女性の方いらっしゃるんで、あの方いなくなったら手振りますね。え、誰もいないっすよ、島田さんしかいないっすよ。何言ってんすか、いないんですよ。え、完全にいたのにな。パッて足元見たら本当にあの花束が添えてありまして、まあ、2週間前に実際そこでちょっと身投げをされてしまった方がいらっしゃって、うん、はっきりこう見てしまったなって今思っても、その方の顔だけはちょっと思い出せないんですよね、どんな顔だったかってっていうことなんで、それ何の話なの何なのそれ何なのそれお化けなのそいつはお化けだったの。いや、としか僕は思えないな、僕は霊感ないんですけどもそういう状況からいくともうお化けとして鼻があるなって最初に気づかなかった、気づかなかったんです、足元にあったんで、はい、もうちょっと注意した方がいいと思う、注意した方がいいっていうか多少協力しましょうあの、はぁ、はぁとか、そう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 あれ入ったね、うまかったね、いや、あの時も恥ずかしかったですよ、ね、俺のあれに負けてないよ、いや断然そっちの方がうまいわいや、だからね、いや、もうだから今あの、うまくしてないSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer、メール来てます。はい、ラジオネームトマティ。有吉さんこんばんは。ケルヒャー希望です。階段話した直後なんですけども僕が持っている車は駐車場が大通りに面している関係ですぐ汚れてしまいます。洗車月に5回ぐらいしないと汚れがひどくて乗れません、うん、安田さんがいらないのであれば大切に使わせていただきます。いや、まあね、いいと思いますけど、シドジェット気流、有吉さん、私事ですが4月に家を購入したのでこの梅雨のせいで外壁に緑の苔こびりついています。ケルヒャーをいただけた暁にはそいつらを一掃してやります。島田よりもケルヒャー、ケルヒャーさんありがとう。階段の感想とか
今こう話し終わった瞬間にスタッフさんがメール持ってきたんで、あ、これ階段のことかなと思ったんですけど、そう思いました、僕も思いました。そこ一切階段だってさ、俺言ったよね、嘘つくなよって。いや嘘一個もないですよ、今の話に。だって霊感ないだろ、でかないない僕ですらこうやって見ちゃったかもしれないってことは、もしかしたらね、僕らっていうのは幽霊がめちゃめちゃはっきり見えちゃってて気づいてないだけかもしれないという、そういう部分だったんですけど。霊感ないんだろ、その人。じゃあそれお化けなの？いや、まあいなかった、僕にしか見えてなかった。でもその時には明らかにいるように思ったっていう、うん、どうしたんだろうな。それあのさ、もし、はい、なんていうかな、妄想話っていうか創作、うん、まあ作り話なら最初に作り話なんですけどって言ってほしいんだよ。怖くないよね、そしたら。だってどういう感情で皆さん聞けばいいんですか。いや、なんか作り話じゃないですし、ちょっとこのご時世だからちょっとコンプライアンスもあるから、だから作り話ではないです。さっきの話はもう本当だなら本当の話って言っちゃノンフィクションなんですけどでもちょっと、じゃ今後本当の時にこれね本当の話なんですけどって毎回言ったら、あれ違うのもあんのかなってなっちゃう。いやでもそうじゃないと、ちょっと今のもだって嘘だからさ。いや嘘じゃないです、本当の話です。お化けじゃあもう見たことあるのね。じゃあ霊感あるのね。じゃないないと思ってた僕ですらこんなことがありましたよっていうことです。いやでもそれはだって嘘だから、ね、嘘じゃないです。あとごめんなさい、さっきのこと言いたくないですけど、全くノーリアクションで聞くってやめませんだって聞けって言うからじゃん。めちゃめちゃ怖かったんですもん。だからなんかすげえ早口になっちゃって、うん、階段って曲がりのやつとかいうのになんかそこもはしょってなんかどん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 早口でなんかじゃあもう一歩やって、じゃあある程度リアクションしたくいいの。リアクションお願いします。どうしよう、テトラポットっていう話か、どっちでもいいよ。どっち、興味興味何系が、何系がいいですか。やっぱ怖い、怖がりたい。いやそれはそうですよ、階段ですからね。じゃあやっぱりそうですね。じゃあ最近、あー僕がもうお化け出るのないの、モンスター出てくるのないの。モンスターなんか出てこないでしょ。だってでっけえ芋虫みたいなの出てきたとかドラゴン出てきたみたいなのはないのね。いやそれこ、うん、そういう階段はないです。ないよね。ないですそういう階段はないです。はい、じゃあですね、お化け出てくるやつがいいですか。まあそうだね、お化け出てくるやつがいいですかって質問もおかしいんだけどもう出てくるの分かっちゃうから、ねね、出てくるの分かっちゃってるから、はい、どうしようどうしよう、ごめんなさい、お化け出てくるやつね、はい、うんうん、じゃあタクシー、タクシー、はい、もういいね。いいですか。それではタクシーです、よろしくお願いしますなんだよ。なんだよ。いや、司会者が。なんかその、司会者がちゃんと言ってくれたじゃん。歌一曲お願いしますみたいなテンション振られても、こっち行くばっかり。なんかあるじゃないですか。では聞いていただきましょう。タクシーですと。みたいな、なんかそういう、どっちも入りやすいので、すいません。それでは聞いてみましょう。タクシーお化け。お化けって言ってほしくないんだよ。すいません、これね、ある地方のですね、うん、タクシー会社で、なんでさっきはしっかり地名言ったら今度はじゃあある地名ちょっとじゃあこの話はやめましょうか本当にいやいやいいよ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 、いや頼むじゃん。いいですか。そこは創作創作じゃない創作じゃないです。創作じゃない、違います。はい、はい、もうこれ聞いた話なんですけどもね。聞いた話ね、まあ、僕の話じゃないです、はい、人から聞いた話、人から聞いた話、また聞きでまた聞きでまた、まあ、聞いた話でいいですよね、はい、どうぞ。はい、タクシーなんですけども、これあるね地方のタクシー会社で、うんうん、新人ドライバーさんが入ると、うん、先輩ドライバーさんが必ず申し送り事項に、うん、みたいな感じで絶対こう言い伝えてるっていう話ですごく興味深かったので、あ、そうなの？ちょっと今回ご紹介させていただきたいんですけども、まあ、そうですね、新人ドライバーさんが入ると、新人ドライバーさん入るとでこんな怖いですか。はって別に。どっち？注文多い。こっちだってスキリ聞く権利あるだろ別に。まあ、そうですね。さっきね。新人ドライバーって怖いじゃん。あ、怖いか、そういう意味で怖いかもしれない、ね。うん、ほら、道知らなかったりとか。あ、うわー、遅刻しそうなのに新人ドライバーか。っていう怖さはあるじゃん。そういう、それはまあ自由ですもんね。それはすみませんでした。はい、本当ごめんなさい。はい。じゃあまあ新人ドライバーさんがね、まあ入られると、はい、まあ先輩がですね、うん、まあこう、必ず言うんですけども、うんうん、まあここね、1ヶ月間とりあえず研修期間があるんですって、うん。何かっていうと、通常のドライバー勤務の他に深夜一人で、配車センターで電話番するっていう、うんうん。あ、そうなんだ。はい。まあね、電話かかってきて、あ、わかりました、じゃあどこどこに行ってこうね、うん、まあ車をね、出すんですけども、うんうん、でまあ一人の新人ドライバーさんが深夜、配車センターで電話待ってたんですよ。うんうん、
やっぱ田舎なんでね、なかなか電話かかってこないんですよ。そうだね。そりゃそうだよね。深夜なんてね。代行があるもんね。代行運転の方が結構人気だったりするよね。そうですね。はい。まあなんですけども。日村さんも代行好きだよね、でも。あ、日村さんね。やっぱり、ね。日村さん代行好きだよ、ね。別にいらなくないですか、その話。はい。すいません。はい。今だって日村さんね、出てきちゃった人いると思いますんで。いや、ほら、同じ事務所だから。大先輩も本当尊敬してますけどもね。はい。で、暇だなと思ったら、それこそ深夜2時ぐらいに、プルルル。また2時なの。だいたい2時だね。そうね、うん。そう言われてみたらそうだね。芸人が適当な数字言うとき8っていうのと近い部分があるよね。はい。まあそうですね。階段だいたい2時ですね。2時ですね。だいたい2時なんですが、牛蜜時ってやつ、ね。そうです、そうです、そうです。牛蜜時に、はい。プルルル。プルルル。プルルル。大丈夫。ずいぶんやってくれるじゃん。お、プルル。転送されたみたいになっちゃった。なんで内戦なんですか、そっち。そうそう、なんか転送されたみたいな。音を、その音、別に。もうここで出るから。一回経由しないから、別に。はい。もう直でこっちで来てますんで。タクシー会社で転送されたファックスやってないから、別に。もうなんだもうここ直で電話かかってるから。お化けファックスが来たんですよ。一番怖いじゃないですか。なんだ。お化けって書いてあるんだ。いや、だとしたらそいつセンスないですよ。自分でお化けって書いてあげる。すいません。すいません。ごめんなさい。プルルル。プルルル。プルルル。おお、電話かかってきた。お客さんだ。うんうんうん、もしもし？ん？もしもし？あ、すいません。はい。もしもし。え、聞いたことあります？別に今俺、出ちゃった。お願いしますっていう。有吉さん待ってたよね、今。待ってたよ、待ってね。いや、これはもう僕のテクニックです。ちょっとこう、なんか今、間を作ってっていう。あ、そういうの、はい、すまん。その間じゃないです、すまん。そうなんだ。もしもし？はい。はい。出なくていいんです。あ、出なくていい。言ったことないでしょ。話知らないんだから、絶対邪魔しちゃうから、それ。すみません。はい。電話の途中ですね。はい。もしもし？え？あれ？もしもし？はい。何回やるんだよ、なんで誘ってないんだって、これ、ここ大事なんだって。ここごめんごめんごめん。こっから出ないのね。お前、もう、ノーリアクションじゃ嫌だとか言うしさ。もう、こっからお化け出てきますから。こっからお化けね。もう、さあ、皆さん、お化け出ます。やべ、言っちゃった、今、いけないこと。どうぞ。じゃあ、お願いします。もしもし？もしもし？あれ？もしもし？なんかね、電話の向こう側、様子おかしいんですよ。うん、もしもし？よーく聞いたら向こう側で男性の低い声で、うん、すみません。すみません。うん、すみませんって聞こえるんです、うん、え？もしもし？すみません。すみません。すみませんって謝ってるんですよ。うん、どうしました？すみません！すみません！すみませんってもうちょっとパニックになってるんですよ。うん、あれ？この電話もしかしてって思ったんですね。うん、もしかしてあなた、ドライバーの田中さんじゃないですかって聞いたんですよ。うん。田中です！すいません！すいません！すいません！うん。そう、相手っていうのがお客さんじゃなくって、ドライバーの運転手の田中さんだったんですよ。うん。田中さんどうしたんですかって聞いたら、今仕事中に事故ってしまいまして、もう車ぐちゃぐちゃで、すいません、どうしましょう、どうしましょうって、もうすごいパニックになってるんですよ。うわ、出た。うわぁ、とりあえず落ち着いて、落ち着いて、うん、つって。今どういう状況ですか？すいません。これ僕絶対クビですよね。もうやばいな。僕ね、実は去年結婚して、この前ね、ガキも生まれたばっかなんですよ。今クビになるわけがないんですよ。どうしましょう、どうしましょう。すいません、すいません。牛田さんに電話したらいいんじゃない？え？自動車保険の。いや、まあね、素早く解決してくれますけど。うん。事故だからね。まあ、そこで電話しないで、やっぱとりあえず会社に電話してきた。会社に電話してきた。会社に。保険じゃなくて。保険じゃなくて。まあ、とりあえず会社にどうしましょうかって、こうパニックって電話してきた。でも、まずはあれだよね。警察電話して。自己証明も取らなきゃいけない。取って、それで保険会社でね。そうですね。そういうもんですね。あんまり怪談話で保険会社登場しないでしょ。一気に冷めちゃうから。なぜなら。ごめんごめん。そう、ごめんなさい。出ます。で、いや、下手くそ！え？出ますよね。で、もう、はい。まもなくですか？まもなく出ます。いや、そうですね。で、こう、どうしましたどうしましたすみません。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 はい。すみません。なんで俺の話取ったんですか急に。え、俺の話ですよね。なんか自然にこう、自然な流れで今有吉さんがなんか俺の話してるんですよ。スライドしてたね、これ。なんか、シングルしたんやな。すいません。すいません。すいません。このすいませんはすいませんです。話じゃない、すいませんです。はい。で、俺もうね、結婚したばっかりで、ガキもいるんですよ、どうしましょう。もうかなりもうね、テンパっちゃってるんで、かわいそうだと思って言ってあげたんですよ、その新人ドライバーさん。
大丈夫田中さん。なんて言ったの？だから今から言いますから。言ったんですよって言ったら。ここ大事なとこなんだけど。リアクション取れって言ったりね。なんか、そうね、確かに。ノーリアクション嫌だって言ったら。全く、そう、いい感じ。ああ、そう、いい感じのやつお願いします。何て言ったはい、すみません。何て言ったかですね。はい。いや、安心して。安心してください。もう、とりあえず落ち着いて。ね。奥さんも。履いてますよ。安心してください。履いてた？履いてました。履いてます。履いてました。もう安村さん絶対登場しないでしょ、ここで。嘘でしょ？早く俺早く行きたいんだよ、だから。早く教えよう、時間もないから。すみません、ごめんなさい。このすみませんは、そのすみませんじゃないです。すみません。だからもうあれです。だからもうちゃんとね、落ち着いて、ね、奥さんも、お子さんも、ちゃんと、ね、元気に暮らしてますから、安心して、成仏してください。言った瞬間に、その電話がプツッ、プー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 。実はその田中さんというドライバーさん、うん、5年前に事故で亡くなってしまっていたドライバーさんなんですが、いまだにこうやって年に数回残した奥さんと子供のことが心配になってこういう電話をしてくることがある、うん、だからこういう時にはちゃんと優しく対応するんだよ、これがこのタクシー会社に伝わっている、まあ、申し送り事項なんです。誰のいたずらなの、それは結局。いたずらじゃないでしょ。いたずらと思って聞いてたんですか。そのいたずらを仕掛けてるのが安村さん。知らない、わかんない。ちょっと待って、これもう絶対しない。ライブオンエアSunday night dreamer。 ラジオネーム黒ひつし、怖い。 FM くんま、島田さん、はい、そのタクシー会社、うん、今求人募集してますか。そこで働こうとしてんの。そういう目線でこの話聞いたんですか。働きてえな、働きやすそうな職場だな、じゃない。一人減ったから。穴なしからしれん、はい、福島 FM。先ほどの話に出てきたタクシーですが、ID での支払いは可能でした。そこ気にならないと思うんだけどな。なんでそのタクシー会社利用しようとしてるの、みんな。やってないんですよってとこありますけど。弟子の正彦、島田さん、ラーメン二郎系の怖い話ないです。ないよね。ちょっと重い。マシマシだったんですよ。全然怖くないでしょ、別に。お化けがマシマシ。なんか大体なんかね、恨みとか、うん、そうっすね、そんな話ばっかりで、なんかバーッとお化け出ない、なんかお化け100匹100鬼夜行してたみたいな。そんなもうだから全部出てきたらもう怖いとかじゃないじゃないですか。今とかみたいな実は怖いね人間かなと思ったら、そこがお化けだった、うわそうだったんだみたいな。ああちゃんとお化け出たでしょ今。でもちょっと電話だとさ、いたずらの可能性高いよね。ああ、まあそうですね、本当にばっかりね、はい、ちょっとやっぱり出てほしいですか、で、お化け出るやついつまでやってんのこれ。すみません、本当そうですよ。いい加減して早く、なんかな、申し訳ない、 いいよ、なんかほん怖い話いいよ、お化け出なくていいよ、じゃ あいいですか、怖い話でいいですか、はい、あ、じゃあちょっとね、僕今 YouTube で、あの怪談話をやらせていただいてるんですけども、あ、そうなの、そこでちょっと起こった不思議なことを話してもいいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。まあ、YouTube ですね、島田秀平のお怪談巡りというチャンネルで今やらせていただいてるんですけども、いちいち突っかかってくるなよ。これ口の悪いおじさんだと思ってやってくれよ。さっと、いや、その怪談って結構自分のテンションも大事だから、その前になんかつまんないとかちゃんとのこと言われたら一回テンション下がっちゃうから、一回こっち作ってるんですよ。わかった、ごめんごめん。まあ、その島田秀平のお怪談巡りというね、まあ、チャンネルなんですけども、怖い話ね、いつもこうスタジオで撮ってたんですけど、最近このね自粛のまあ影響もあって自宅で撮ろうと思ったんですけど、やっぱうち子供もいるし、あのワンちゃんも飼ってたりして、呪われた、絶対犬の言葉悪く言うんだよ、絶対。犬のすっごい可愛がってるんですけど、フレンチブルドッグ飼ってる。呪われたワンちゃん。呪われてないんです、めちゃくちゃ可愛がってるんで。フレンチブルドッグは飛行機に乗れないんです。ちょっとね、あの鼻が短いんでね、心臓が負担が、ちょっとそうなんです、ちょっとね体がっていうね、私もフレンチブルドッグ実は昔飼ってたんです。お、そうなんですか。12年生きて亡くなったんです。なん
か本当にそれは切ない別れでしたよね。やっぱりね、ワンちゃんとの別れってすごく切ないから、はいはい、有吉さんそこを乗り越えて見せずに頑張ってらっしゃったんですね。あ、もうすっごい、どうぞ。もっと好きになっちゃった。どうぞ。すいません。あ、そう、家でね、やっぱワンちゃんもいるし、赤ちゃんもいるから、やっぱその前で替え玉話って話しづらいじゃないですか。ああ、そうかな。はい。なんかやっぱね、やっぱ赤ちゃんの前で人返しの話とかしたくないんで。ああ、ああ、なんでその期間中は、うん、今もそうなんですけど、あの、1階の駐車場の車の中で深夜撮ってんですよ。うん、iPhone こう立てて三脚で、うんうん。で、まあ、やってたら意外にも、あの、その暗い感じが逆にいいですよとか、あとこう密室でね、声が聞こえやすいなんてコメントあって、うんうん、よかったなと思ってたんですよ。うんそしたらね、意外とコメント欄に、うん、島田の後ろ側になんか映ってませんとか、うん、なんかいそうで怖いんすけど、みたいな。うんうんうん、なんか怖い話するとね、霊が集まってくるって言いますけど、あれ車やばいのかなみたいな。言うんだ、そういうふうに。なんかそういう話が聞くんですよ。霊が集まってくる。これ、なんか音聞こえてるんですけど、これ何の、なんだ曲あ、これ曲行かないといけないんじゃないそう、はい。すっごい明るい。で、Make you happy。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Sunday Night Dreamer. もう帰ってよ。いや、ちょっとお願いします。ラジオネーム東北自動車道 FM 三重。島田さん、はい、飼ってる犬の名前は何ですか？そこなのかな、気になってんの。ブランって言います。はい。ラジオネーム、カンパシ太郎。ケルベロスペリスが暴走した時の話なんですけどね。え、どういうこと？いつもは3匹ともおとなしいんですが、ある日真ん中のケルベロスペニスを触っているとん？左右のケルベロスペニスが急に勃起して射精したんです。今までこんなことはなかったので怖くなって、今までってずっとねえだろう。左右のケルベロスペニスを切り落とすと、うんうん、切り落とされた左右のケルベロスペニスは自我を持ち動き始め、徐々に大きくなっていき、はい、気づけば、うん、二つのケルベロスペニスは融合し、うん、大蛇ペニスとなり、はい、俺を襲ってきたのです、うんうん、俺は必死に逃げたが結局丸飲みされました。結構長くないですか、この目。その時です、はい、目が覚めました。夢だって。何なんだ、夢か。ああ、よかったよかった、はい、と思い、ケルベルスペニスを見てみると、うんはい、なんと、うん、ヤマタのオロチペニスになっていたのです、うん、まずそのケルベロスペニスがなんかわかんでねえから当たり前のように言ってっけど、もうどう頭からそのケルベロスペニスとかなんかもう普通にご存知みたいな感じで、それがなんかどんどん発展して最後なんかヤマタのオロチペニスとかなっても入り口、ね、はい、こいつ下手今度ね、はい、ちゃんと作ってきて。なんかごまかさずに、いや、ごまかす話ですとかさ、はい、なんか無理やりお化け見えたんですとか嘘ばっかり、中途半端な嘘言うぐらいだったらさ、しっかり怖い話作ってきてよ。今ね、ネットフリックスで、はい、昨日、一昨日、まあちょっと先週ぐらいから、うん、呪怨やって始まりました。そうですね。そうらしいですね。しっかり見て、ええ、すごいからやっぱり。ジャパニーズホラーって、まず見ます見ます絶対、はい、しっかり見て、はい、勉強して怖い話ちゃんと作ってきて。俺何言われてんすか今。真っ白な目で、なんかわ、もうこの人ほんとずるいのが、なんか俺もう危ないんすよ今。うん、わかりましたって、もうあと一歩で言ってたんですよ。言いかけた、はい、言いかけた。それがこの番組のため、有吉さんが喜んでくれたら俺いいかもしんないとか思っちゃってんすけど、これダメですよね。うん、そうっすね。ダメです。ラジオネーム新潟生まれ。はい。島田さんの YouTube で熊田曜子さんがゲスト出演した回だけ異常に低評価の数が多かったのですが、これは怪奇現象です。怪奇現象です。これは僕がちょっと申し訳なくって、熊田さん急遽こう出てくださったんですよ。番組終わった後に、うん、熊田さんもやられてるみたいで。うんうん、で、手相占ってもらいたいみたいなことで、あっちに出た後に、うん、じゃあこっちもよかったらどうですかって言ったら、うんうん、あ、私でもあんまないけど、じゃあもしよかったら、みたいなこと出てくれたんですけど、やっぱ持ってないから、怖い話。はい。有名な話をたくさんしてくれちゃって、うん、
で、みんなこれ知ってるよってなっちゃったんで、うんうん、なんか僕がその辺うまくね、チャンネルのことも説明せずに出ていただけちゃったので、ちょっと申し訳なかったなという。ほー、怖い。いや怖かったです、あれは。本当に、ちょっと。熊田陽子は、いたんですか熊田陽子は、いたんですかいなかったかもしれない。帰ってよ、早く。ちょっと、ごめんなさい。まだ俺、何の爪痕も残してないですよ。何よ。いや、もう申し訳なくって。しっかり考えてきてよ。サボりすぎなのよ。考えるってことじゃないと思う。人を怖がらせようっていう思いが足りない、サービス精神が。全然怖くない。最後、なんか、だったんですかねじゃないんだよ。うわーって終わらしてくれよ。ゾンビ出たり、しっかりお化け出せよ、お前。足りないのサービス精神が。だからそのサービス精神は、どうせインチキなんだからな。どうせって取材とかで探してくるって怖がらせてこいよ、本当に。だからちょっと、だからその、なかなかね、その、がっつり出る階段ってないんですよ。いや、だからそれが古いのよ。はい、なんかさ、本当だと思わせたい。嘘つきのくせにさ、本当だと思わせたがりすぎなんだ、お前ら、インチキが。ほな、お前、ジャパニーズホラーの方、全然映画の方が怖いわ。いや、それ映画は。映画って怖いだろ、だって。作り話だって分かってて怖いだろ。もう怖いし。あれだよ、あれいう努力しろよ、怪談師は。いつまでぼんやりした話ばっかりしてんだよ、クソ野郎どもが、ほんとに。急に。しっかりやれよ急にどうしたんですか急に変なスイッチ入っちゃって。えいやいや、だからまあ。物分かりが悪いからだろ、お前らが。いや、だからちょっとおかしくないですか？聞いてる人もやっぱり実話だっていうところに関しての、こうね、やっぱこう。だからそういう嘘をもうやめろって、だから、その、実話なんですよ、なんていいんだよ、もう、ドンと入りゃいいんだよ。これは本当にあった話なんですとか、聞いた話なんです、ある地方のとかじゃね、ドンと入るよ。キャー急な叫び声がしたんですって、さっと入ってくれよ。いきなりです？いきなりそこ来ます？お化けがドン！いや、そんなね。そういう怪談話していかないとね、もう次の時代に取り残されますよ、そんな怪談話たちは。墓場行きですよ、そいつら、まさに。上手なこと言いましたね。違う。なんでかってね、お化けがドンここにね、いたんですお化けですみたいなこと言うのが怖くないから、うん、多分みんなやってないんです。うん。いや、だからそれをちゃんと追求しなきゃね、音使ったりとか、はい、それはプロジェクションマッピング使ったりとか、うん、いろんなことをやって、やっぱりダメよ、そんな。え？何か。生ぬるい。空気が。は？怖いじゃないですか、十分。ダメなのよ、そんなんじゃ。上手じゃないですか、だったんですかねじゃないよ。それはあるよね。だったんですかねはよくあるね。ね、安定なかなかだってしづらいじゃないですか。なんか、ぼんやりしてるな。しっかりやって。どうします作ります？うん、しっかり作ってきて。これ僕の一番自信作です。って言って。で、作りましたっていうわけですよね。うん、作りましたでも怖がらせないとダメよ。聞いた話なんですけどね、じゃね。いや、それ作り話だからって。それ、じゃあ作ってきたやつを披露させて。もちろんだから。まあ、前の手洗いみたいな感じで電話でもいいですかね。電話でもいいよ、じゃあ。電話にしよう。なんか、会いたくないですか？いや、話が早いから。スタジオ来たらこいつみたいな。長いからスタジオ来るとお前。だって手応えないんだもん、帰れないもん、これじゃ。手応えってなんだよ、だから。いや、だからもう、すげえ楽しみにしてたんですよ、今日。頑張るぞ、爪痕残すぞって、もうここ大事なんで。やっぱり。ダメなのよ、だから。そら、今日、そういう、まあお金払ってね、怖がりたいっていう人だったらそれで怖がってくれるけどさ、俺らみたいなもうフリーの立場で、それじゃ怖がりませんよ、ちょっと、やっぱり。そういう人でも怖がるやつを作るっていう。それを聞いてもらう。お願いします。もう口からチーボーっと出たりさ。途中 で電話来ますよスタジオ電話でそれやっても伝わらないですよね。いやそうだけどじゃあスタジオ来ますそれぐらい怖がらせてよちょっと、ね、お願いしますよやりますよ子供怖がんないでしょうあのさっきのあれ崖の上に女の子が身投げしたらしいんですよああ何言ってんだよバカ死ねそんなやついないと思いますけどね。
しっかり怖がらせてよ。ちゃんと教育されてますそいつ。大丈夫親のしつけ。そんな階段聞いた後しないよ。親のしつけ気にするなよ。占いで階段だやってる人間が。お前子供大丈夫かお前のところ。しっかり育てろよ。育ててますよちゃんと。嘘つくなっていうな。そうですね。嘘はついちゃダメだぞって育てるよ。俺みたいに言ってね。俺みたいになんだよって言いますよ本当に。じゃあ嘘ついてめちゃめちゃ今胸痛いんですけど。そうでしょ。俺何言ってんだろうもう。嘘ついてたんだってなっちゃいますから今。気をつけてね。子供の手相どうなんですか。これがまたね日に日に変わってくるんですよ。当たり前だろ。成長期なんだから。何あのそのすげえ正論で全部こうバシ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 答えちゃうやつ。何なんすかあの人のその才能。じゃあそろそろお帰りください。はい、ここで、ええ、ゲスト。もうゲスト帰ってください。もう、うん、コーナーやんないといけないですから。それはそうですね。ああそうですね。この番組のクオリティ下げちゃいけませんから。そうなんです。はい。ありがとう。ありがとうございました。お疲れ様です。しっかりやってよ。はい。全然怖くなかったよ。ちょっと本当に、ちょっと、ちゃんと作ってきますんで。すいませんでした。ちょっとこの、やりとりも、ちょっと時間もったいないんで、ちょっとすぐ行きます。しっかり作って。はい、わかりました。イヤホン外して。はい。イヤホン盗んで帰ろうとしてんじゃないですか。そういうところあるよ。だから お化けと間違えたりするんだよ。ぼんやりしてんだよ。ぼんやり生きてんだよお前。はっ。Stay Night Dreamer Live on air。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。 いやーしかし怖くなかったね。なんでしょうね本当に。13本のこれタイトルあんだよ。一、ね、YouTube の撮影にて、はい、メガネ橋、はい、3タクシー、はい、41万円おばあちゃん、はい、5番テトラポット、はい、6番疲労のバー、はい、7番百物語、うん、8怪談ライブでの異変、うん、9霊感の質問、うん、10サービスエリア、うん、11やり逃げされた AD、うん、12衝撃ストーカー事件、うん、13死後のポイントだって、うん、引きがないよね。もう見ようと思わないもんね、これ。YouTube にこれあってもやっぱり。ショートコントのタイトルみたいな感じですね。ゾンビ大爆発とかさ。見たいよね、やっぱそれ。あでもまあまあ確かにね。大爆発ね、みたいな。ね、まあ確かにね、はい。安田さんどうぞ。安田さん作り話じゃない。安田さん作るじゃない。作り話ですね。作り話。もうちょっと出た方がいいでしょ、お化け。そうですね。多分、あとなんか、最後の時にうわっとこう、あった方がいいかなって気がしますけど。そうだよね。後ろだよ。あ、そうそうそう、そっち、そうそうそう。ね。そうなると、おうってなるじゃん。ああ、やっぱりね。うん。なったのかもしれませんっていうなると。そうだね。うん。もうちょっとだから、しっかり作らせよう、芝田には。作らせようね。うん。ラジオネーム、稲葉の白うなぎ、はい、FM サイン。有吉さんのトイレの怖い話聞いたらいけなくなりました。とりあえずビールの缶に入れ、ティッシュ詰めます。ビール、ションベヨね。ビールの缶に入れて。ティッシュ詰めるって。あとはね。まあ、そんなんかな。だから、帰らしちゃったんだけど。いや、僕が知ってる範囲ではあれですよね。ゲストが途中で帰るとは初めてですよね。一応、切りのいいとこでね。1時間なら1時間とか。まあ、そうだね。2時間ない2時間とかっていう感じで。いや、だって怖くないからね。はあはあ、ちょっと。お化け見たって言っちゃったからね。まあまあ、そうっすね。お化け見たって言っちゃったら終わりでしょ。お化け見ちゃったらもう嘘じゃん。まあ、で、あとまあ、見たんなら霊感もないと。そうだね。霊感すごい強いんですよって言ってくれりゃ、まあ、そんなもんかって言ってやってもいいんだけどさ。ね、霊感はない。霊感はない。お化けは見る。だとね、なんかちょっと難しいですね。難しいですね。なんか、自殺した人にも失礼だよね、本当にね。うん、なんか、そこに思いが、みたいなね、うん。そこには思いないでしょ、だって、うん。もっと辛い目にあったところに思いはあるでしょ。あね、うん、そこはもう覚悟して、う
もうなんなら爽快感みたいなもんでしょ、思い切ってね、ふっと言ったわけだから、うん、そこに強い念なんて残らないと思いますよ。失礼な話だよ、本当に。世の中どんだけそんな事故現場あるんだって話でね。あ、そうですね、確かに。そこにお化け出るのかってね、うん、事故にあった人は失礼だよね、うん、お化けなんてなりませんけど私って言うよ。はお化けなんかに私なりませんよ。バカにしないでください。燃やされてんですから、私。なりますよね。なんだよ、それ。帰るよ。さっさと、お前。スタジオの外から。なんだよ。スタジオの外からジタバタ入ってきちゃって。入ってきちゃったよ。ダメだよ。入ってきちゃった。入ってきちゃった。すげえ言われてたと思って。帰んなよ。いやいや、いなくなった瞬間、俺聞いてますから、ずっと。聞かないよ、だよ、そんなの。いや、もう帰ったのかなと思って。そうだよ。すげえ言うなと思って。いや、お化けがだって、見えたって言っちゃ終わりだねっていう話してたの、だから。だとしても、本当に俺今、びっくりしました、そこで今。見えちゃったらもう、それ病気だから。病気、うん、病気。病気だからね。病気の話の、病気の人の話聞いてらんないのよ、真面目には。それは先に病院行ってもらわないと。ただからさっき言いましたよね、階段で病院はダメですから。階段の人は病院行っちゃダメなんです。はい。霊媒師の方行くんです。俺、ビッグ、初めてですよ。もう一回帰った後、ディレクターさんに出ていいですか？これもう無理っすわ。ちょっと俺、出ないと思うみたいな。ひどいね、これはだって。ひどいんだもんだって。怖くないから。すみません、ちょっと本当に。まあ、だから、さっき言いました。ちゃんと作ってきます。作ってきますって言っちゃったもん。作ってきますけどもね。もう落ちちゃった。作ってよ、うん。ラジオにペチャウさ、うん。階段話中、舞台で、頭が真っ白になって、セリフが出てこないときは、やっぱり例の仕業だとか言うんですか？例の仕業でしょうね。霊障ってやつですよね。ラジオね、すぎすぎ。はい。なんでまた島田に質問してんのかっていう話だから、おかしいからね。まあ、一回ね、もう、そうですね。お疲れ様でしたってやってますからね。はい、この世に、恨みや未練を残して死んだアナルが悪霊になってしまうことあるんでしょうか？成仏させる方法はあるんでしょうか？この番組アナル好きすぎません？前回なんかさ、急になんか手相のシワの次はなんかアナルのシワ占いだっつって、なんか安田さんのケツのシワ見せかせられて。なんかそれは覚えてますね。あの後ずーっとなんか街行く人にお前ちゃんとケツのシワ統計取ってんのかって言われて。何なんですかあれ。撮ってないだろ？撮ってないですよ、別に。なんで撮らないんだよ。汚いですもん、だって俺。撮らないからね。だから統計学だって偉そうに言うわけには撮ってねえのに。アナル見て、ええって言ってるだけだよ。別のシワなかなか見づらいでしょ、だって。それで統計取れないですよね。アナルは悪霊になることないの？悪霊なんないでしょうね。わかんないでしょ、でも。だって、アナルにだって感情あります？やっぱり感情がないと。いや、だってそっちじゃん、言ってんの、うん、霊魂とかさ。いや、でもアナルに魂が取れます。そっちの都合ばっかり。アナルに感情ありますだってありますよ。急にアナルの例とか出てこないでしょ。見たことないでしょ。あります、アナルに感情は。なんで知ってんすか。私見たことありますから。アナルの感情アナルとおしゃべりしたことありますよ。いやもうやお前が病院行けよ。だってお前らの言ってるのはそういうことだから。一緒にさんなったんですよ。俺何アナルに感情があって、うちの猫ちゃんしゃべるんです。おおはようって言ってるでしょ。一緒だよ。一緒じゃねえよ、それ。だからなんでアナルの感情でアナルが喋ったと一緒になってるんですか。ラジオネームサイレント失格。おい島田、お前の階段な、なんか全然怖くねえんだよ、うん、俺たちはもっと怖いもの知ってるからな。そうゾンビだよ。だから下手くそなんですよ、だから。そこで大声出すの違う。このくだりに関しては俺もあんまり好きじゃないんで。このくだりは俺も賛成だ。結構でもお気に入りでしょ。なんかこう、ゾンビのパーティーに行った時の話なんですけど。下手。もういきなりピーク持ちちゃダメなんだよ、そこで。違う、ね、徐々にゾンビ。ゾンビは徐々に、これも絶対。最初からゾンビはダメなんだよ、ね。お前の話の方式だとさ、それは実は、ゾンビのパーティーだったんですよ。怖いじゃないですか。ダメなんだ、それじゃあ。見る人がもう見ないから、その見てくれない、その前、そこまで。いや、その、ゾンビのパーティーの話なんですけどね。いきなりサビから入っちゃった、もう。あの曲はいいですよ。いきなりこうサビから入っても。でも逆に聞いたことはないですね。そういう階段ってね。そうでしょ。ああ、そうだね。怖くないからですよ、別にやんない。私の喋るアナルのお話なんですけど。いや、もうどうかしてんじゃないですか。どうかしてんじゃないですか。そいつめちゃめちゃ怖いじゃないですか。ああ、もうすいません、もう。
結局だからいたよ。1時間で帰る予定がもう2時間だからね。俺働き方改革間違ってるよ本当に。手応えないんですもん。だって本当に帰れないですよあんなんで。ケルヒャーって送っていいの本当に。送れる？送料がない？送料がないんじゃない？いや僕出します僕出します。僕が出します。せめてそれぐらいさせてください。関係ないよ。じゃあシドジェットキルあげよう。じゃあ おめでとうございます。あの家買ったみたいなんで。ありがとうございます。新築祝いで。はい。じゃあシドジェットキルさん、ケルヒャーさんからケルヒャーを送っときますんで。安田からのケルヒャーさんね。安田から。安田さんね。あとはラジオネームサイレント失格、ゲッターズ飯田の弟子です。おいいですね。島田の首を持って帰れば幸せにしてあげるよと師匠が言っていたので、今 JFN の前で待機してます。もう島田さん。僕の幸せのために死んでください。もう怖い。これ島田が殺されたら俺結構ね鉄板の怖い話持ってることになるで、うん、島田殺されたんすよ首跳ねられてめちゃめちゃ血出てああいう時ってギャーとか出ないんですね。って死んじゃいました島田。なんかその面白トークのテンションやめましょうか。なんかこの前こんなことありましてみたいな、そのなんか普通の小粋なオープニングトークみたいな感じで話してる。これはだからもしかしたら新しい階段かもしれない、うん、なんで俺死んでんじゃないですか。もう半くらいじゃないですか。好き炊きがちな玄米 FM 栃木、サービスエリアのおすすめグルメの話なら聞きたいですね。昼なんです見ろよそれは。俺に求めんなよそれ。全く知らないんだから。そっちの方が向いてんじゃない。サービスグルメ知らないっすね。知らないの。はい。いやだってネットで調べて話すだけなら今とやってること変わんないやろ。ネットやめません。本当にネットじゃないですから。渡部さんもいない今ほら飯のことやってもいいしさ、甲子園の話もできるしさ、いろいろあるだろう。もうしょうもないやん。嫌だろう、なんか恥ずかしいだろう。そんな嘘なんか嫌にならない自分途中。嘘ばっかりやってて、占いだ階段の嘘ばっかりやってて。ゆうさん、うん、落ちそうです今思う。有吉さん、有吉さん、言ってるでしょ、俺、有吉チルドレンだって言って、はっきり言いますよ、有吉さんの弟子は、みちょぱと島田秀平ですからね、有吉一門でいますから、僕ら。有吉一門な、はい、でもちょっと、みちょぱもな、あの占いの番組出てるからな、やっぱね、やっぱ俺の弟子たちは、やっぱすぐああいうインチキ話に、ダークサイドに落ちちゃうんだよ。あれがダークサイドだ、ほんとに。師匠さん、お師匠さんお願いしますよ。ということでまたお会いしましょう。お相手有吉と元気な安田と島田秀平でした。ありがとうございました。また来週。ハッピーカウンセラー。